代わって調布木島平村採れたて旬情報のコーナーです。姉妹都市長野県木島平村の旬の味覚などをご紹介します。アンテナショップ新鮮屋からお届けします。長野県の北部に位置する木島平村、日本一美しいと言われるブナの原生林と豊かな水、寒暖の差が激しい気候により国内随一の美味しいお米が自慢。他にも様々な農産物が作られています。調布市はそんな木島平村と姉妹都市盟約を結び交流を深めています。そんな木島平村の特産品を市内で気軽にお買い物ができるんです。調布駅すぐそばにあるアンテナショップ新鮮屋です。今回はどんな魅力を発見できるんでしょうか。早速行きましょう。さあ、それでは新鮮屋の宮島さんにご紹介いただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、今日は何をご紹介いただけるんでしょうか。はい、今回はこちらのジャムになります。おお、ジャム。はい、これは何ジャムですか。はい、これはですね、リンゴの紅玉といった種類を使った紅玉ジャムになります。はい、なんかすごいパッと見た感じ、結構繊維とか見えたり、はい、そのままもうすりおろしてる感じですけど、その通りでして、はい、リンゴ丸々使っているので、こういった色鮮やかな色合いが出ていて、添加物は入っていなくて、砂糖と紅玉、リンゴだけですね、でできたジャムになってます。珍しいですよね。そうですね、珍しいと思います。どういった形で食べるのがおすすめですかね。そうですね、定番ですとトーストとか、あとヨーグルトに入れても美味しいですし、あとはこのジャムを使って、あと冷凍のパイシートとかを使ってアップルパイにしても美味しいですね。さて、こちらの紅玉のジャムはいつ頃購入できるんですかね。はい、こちらの商品は一年中置いてあるので、いつでもお買い求めいただけます。ああ、いいですね。じゃあふらりと立ち寄った時に、はい、ぜひチェックしていただきたいですね。美味しいのでぜひお買い求めいただきたいです。はい、新鮮屋に立ち寄るとこう季節感も、ね、感じられるのがいいですよ ね。はい、はい、ぜひ皆さんお立ち寄りください。宮島さん、ありがとうございました。ありがとうございました。